スパーセンジン SE1000 スパーセンジンのブロック図。スパーセンジンは、東芝が開発した、セルブロードバンドエンジンをベースにした LSI である。セルに搭載されている、スプを 1.5GHz に低クロック化したものを4機搭載し、H264MPEG-2 のハードウェアエンコーダーデコーダーを搭載する。東芝のコスミオシリーズの一部や PCI Express。 接続アクセラレータカードに搭載されていた。スパーセンジンは通常の汎用プロセッサが効率よく処理できないとされるマルチメディア処理に特化されたプロセッサで、プロセッサ単体の不動小数点演算処理能力は 48G フロップスである。H264MPEG-2 のハードウェアエンコーダでデコーダはフル HD に対応していて、 最新の CPU 単体でエンコードデコードするよりも大幅に処理速度を向上することができる。東芝大板工場の65ナノメートルバルクプロセスで製造され、消費電力は20ワット以下。2億3910万個のトランジスタが使用され、大サイズは102.89平、mm、方ミリメートル。スプのレイアウトが最適化され、オリジナルのスプと比べて、 大サイズを27%縮小させている。スパーセンジンでは PPE を搭載しない。セルでは PPE が処理するプログラムを流し込み、処理させるという方式をとっていたが、スパーセンジンでは、コントロールプロセッサーと呼ばれる、東芝独自の3 2ビット c p u を搭載し、PPE の代わりとする、コントロールプロセッサーは、PPE のような、 複雑な処理は行わないが PCIe でホスト側との連携を行う。内部バスはセルと同様に EIB を搭載する。セルでは 4GHz 近い周波数で作動するが、スパーセンジンでは 1.5GHz で動作する。メモリもセルと同様にジオを使用し、XBRD ラムに対応している。コスミオシリーズでのメモリ容量は 128MB で、ある。 当初東芝は低消費電力低コストに特化させたコンシューマ版セルのロードマップを示しその第一弾としてスパーセンジンを商品化させたロードマップにはこれに続く製品群として2010年頃までに45ナノメートルバルクプロセスを用いてシュリンクを行ったスパーセンジン2の投入が計画されており初期構想時はさらにその先として 携帯機器向けに再設計された超低消費電力版スプ搭載のモバイルセルが描かれていた。ありがとうございます。